9日の東京 4R を随運5歳で差し切り、ルーキーの大江原弘騎手19イコール美穂、竹市イコールがデビュー89戦目で JRA 初勝利を飾った。 4番人気馬を見事に勝利に導き長く乗せていただいている馬で勝つことができて嬉しく思います。自分でも勝ったのかわからない状況で、着順掲示板の表示が出た時は嬉しかったですと笑顔、レース後のセレモニーには祖父の大江原鉄元長教師も駆けつけ、どんなおじいちゃんでも嬉しいんじゃないかなと目尻を下げていた。